この前うどんやらそばやら話しよんしゃったが犬が大好きなそばがあるとげな。おお、そらなんな。まさかご主人のそばとか言わんやろうね。ちょっと違う、答えはドッグフードそば。そんなあるかそんなあるんかい。あ、間違おった。わんこそば。そういうことか、そういうことか。博多南にわかでした。エキセントリック中川、発車します。出発進行 GO です。木曜のお昼いかがお過ごしでしょうか。愉快なあきんど仲間と一緒に博多南駅2階ルルンバックヤードスタジオから YouTube ライブを使って30分間、美容室でどんな髪型にしますと言われてソバージュと答えた粋なあなたに笑顔をお届けします。さてご挨拶を。はい、二十歳の頃ソバージュヘアにしましたヤスミンです。じゃあ今日はですね、スペシャルゲストがお見えになってます。いやいやいや、どうぞ。僕もうどんよりそばが大好きなキトゥピです。あ、キトゥピもそばでしたね。いや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 、あなたのそばにいるよみたいな、ね。いや僕ダメだなあんまり。そんなことはなことはない。まあ、とりあえず、マルさんです。頑張っていきます。よろしくお願いします。今日は、今日はそうそう、頭のね、うん、博多南にわかだったんですけど、うん、はいはいはい、これね、博多にわかと違って、うん、途中であの、一回ボケてくれたらいいなと思ってます。また難しいかな。まあそういうのね、難しい。もうあの、まるさんのオープニングね、もうレベル高すぎて出た出た、僕らじゃなかなかもうついていけない。もうこう、出たこうエキセントリック新喜劇みたいになってますもんね、毎週ね。そう、あのことぶきさんに負けないようにやんなきゃいけないなと思ってます。すごいですよ、毎週。ちょっとなんで今日僕が前に出てきてるんですか、これ。いつも僕機材触ってるだけなんですけど、今日はですね、はい、なんと糸ちゃんとですね、はい、なんとみょうみょうがお仕事で不在でございます。残念。お仕事で不在。そうなんですよ。大丈夫ですか、あのこう聖域2人がいなくなって大丈夫ですかね。そうなんですよ、この番組。ちょっとツッコミをね、今日はきつめにやっていただきたいと。一番まともなみょうみょうと、あの博学の伊藤ちゃんがいなくても大丈夫ですか。説明はないです、今日。説明しようがないですね。説明しようがなさそうですね。しようがないですね。はい。いやいや、うん、この前ね、ちょっとあんな話したじゃないですか。はい、きっとなんかこう、話、うん、ってないなとか、話足りないなとか、なるほど、あるんではないかな。先週は何のお題でしたっけ。あのパンがですね、パンの話か。パンがですね、なるほど、豆乳パンとかですね、うんうんうん、五箇山のパンだとかって、その話をして、あとパンプスさん、はいはい、散々話したんですけど、うんうんうん、いかがなもんでしょう。うんうんって言ってるよ。一言になってるよね。結局ヤスミンはパンを食べるんですか、普段。あ、パン食べますね、うん、私より娘の方がよく、うん、あの食べますけど、うんうんうん、普通に食パンに目玉焼きのけたりして。すいません、どこのパン屋が美味しいかっていう話ですよね。いやいや、そんなのどうでもいい。じゃあ、まあ私がちょっと先週ね、喋ってなかったですけど、はい、補足するとすればですね、はい、あのミナパンさんとかね、ナパンさんって、まあ基本的に南畑のね、山手の方で作られてるので、なかなか皆さんね、足運ぶのが遠いなとか思われてると思うんですけど、そうそう、この前もね、なかなか行きづらいよって言ったんですよ。ここで売ってるんですよ。博多南駅のここ2階ルルンさんっていうカフェがあって、曜日が決まってますけど、例えば火曜日はナパンさんがね、ここで販売されてたりして、しかも、あのナパンさんのパンを使ったね、カツサンドとかね、サンドイッチをここで作ってるんです。実は見ましたよ、火曜日に、うん、今日僕お昼食べてる、うん、今日はごめんなさい、これ収録で火曜日ですけど、放送は木曜日なんですけど、そうだから、意外とね、まあ、あっちに行かないと買えないなっていうだけじゃなくて、実はこういう駅でもあの定期的に販売はしてるので、これはね、うん、ぜひ食べていただきたいですね、うん、そうなんですよ、本当ね、お二人とも、まあ、ナパンさんもミナパンさんも、作られてる方女性ですけど、すごくなんていうのかな、
その方の人となりっていうかキャラクターがねすごくこうパンに出てるというか、パンってやっぱ映すものなのかな。いやいやでもキャラが出てるのかな。なんかそんなあのだってほらナパンさんなんてパンに顔が描いてあったりするでしょ。 あの子そういうイラスト描いたりするの大好きで元々だからまあもちろん美味しさっていうか味もあるんですけど、なんかすごくこう手で作ってるなっていう感じがすごくしますよね。いや私ね、ちょっと今日話そうと思ったのは、あのパンってほらあっちこっちで売ってあるでしょ。でスーパーでも売ってあるし、はいはいはい、結構ありますよ。で、うん、私ね、あのコンビニもありますけど、結構僕ね成分表示結構見るんですよ。あ、そうそう、この間もね言ってましたよね。でね、あの、ともかくね、あの成分表示を見て、はいはい、体にいいかな悪いかなとかって思って食べるんですけども、あの気にかかるのはね、あのイーストフードって書いてある。はい、皆さん知らないかもしれないんですけど、あの知る必要はないです。あのいいも悪いも何も言わないんですけどね。とりあえずは、いくつかの、イーストフードって何かっていうのは、いくつかの添加物が組み合わさったもので、主にパンなどで含まれることが多いです、はい、本来はパンはイースト菌や酵母菌を発酵させることで膨らみますが、ご家庭のパン作りされた経験のある人は分かると思いますが、これはかなりの時間やコストがかかってきます。ただそれをね簡単にできるイーストフードですって書いてあります。はい、その中にね、あのいろいろなものが入ってるらしいんですが、まあどうなんかな、あの美味しさには全然関係がないんですよ。ただね、その中に入ってるやつでリン酸化合物だとか、あの臭素酸カリウムっていうのが、あんま良くないよとは書いてあるんですが、某パン屋さんの社長は堂々と、そんなものというか、それはね、あのちゃんと焼いた時に、あの飛んでいっちゃってるから大丈夫だよとかって話はされてます。無添加で良いパンは作れないとか断言されてるところもあるみたいですけれどもね。でもまあどうなのかなっていつも思いながら食べてます。どうなんですかね、よくわかんないです。すいません、あの答えのない話をしてしまいました。まあ諸説ありってことですね。そう、諸説あるんですよ。だからそういうね薬品とかが出てきたんで、みんなに安価にあの美味しいパンを食べてもらえるっていう説もあるんですよ。なるほど、なるほど。だから降りてきてる、パン自体っていうのはすごく手間がかかって大変なんだろうけどっていうのもあったんですけど、どうかなっていう話はありましたね。もしかして丸さん、これオチがない感じですか。そうそうそう、今日は久しぶりですね。オチがない話です。毎週伊藤ちゃん風でしたよね、今のトーク。ずっと僕オチを待ってしまってました。私もどう対応していいか分かんなかった。ね、なんかこうイーストとかにかけてなんかね、最後ボケるのかなと思ったら、私のイースト誰だろう。それいい人だろ。私のいい人のイーストかかったんだ。私のイースト、無理がある、まあ、いいや。でもまあ要は選択肢がね、だからまあ何を信じるかっていうのはよくわからないから、まあそれぞれね好きなとか美味しいとかっていうのとかが、まあ体にいいとかっていうのを含めて、まあ選べるようになって、だからでも中川って面白いですね。そんだけ選べるぐらいのいろんなパン屋さんがあるとかね。そうですね、うどん屋さんも多いし、結構コンビニのパンもね質上がってきてますもんね。そうびっくりしますよ、まあ、ね、あの食パンとかもね、金パンとかめっちゃうまいし、あの値段価格によっていろいろね違ってね、やっぱいいのは本当に美味しいですもんね。美味しいもん、美味しいですよ。ボケようがなかったですね。いや、どう落ちるんだろうと。パンだけに言おうと思ったけど、膨れて終わりです。話が膨らして終わり。あ、膨らむだけ膨らんで、ダメですか。これいかん。いや、とんでもない。ダメなの、今日僕がいるからじゃないかな。いや、違う。自分ツッコミで。はい、まあそういうわけで、今日はですね、この、はい、すいません、3人で、はい、もう伊藤ちゃんと、はい、みょうみょうファンの人には申し訳ない。そうだね、申し訳ない。今日は3人でお送りいたしまーす。と、え、これからですね、前回あの蕎麦とかほらうどん話しちゃったじゃないですか。はい、うん、他はやっぱりね、うどんとかそばじゃなとは思うところもあるんですが、どうですか、やっぱりラーメンは置いてきぼりにしちゃいけないかなって思うんですよ。そうですね、本当にラーメンはですね。食べます。いやいや、やっぱり食べちゃいますよね。ラーメン、なんか当時糖質制限ダイエットとかやってる時はもうラーメンとかがあの、ね、SNS に上がるたびに、悪に見えるよね。悪に見える、もうすっごいあのもう射殺したいぐらいイライラする。最近そうなんですよ。あのなんかね、まあ前はそばとかうどんの話でしたけど、
でなんかやっぱ博多は実はラーメンじゃなくてうどん文化ですよっていうのをみんな言うようになった、うん、いや確かにそれは歴史上もそうなんですけど、うん、でもやっぱラーメンのことをねなんか忘れちゃいけないなと思うし、うん、なんかやっぱ僕もねもうこんな体型だからちょっとやっぱ体のこと考えるわけですよなんかねラーメンやっぱ悪者みたいになっちゃってるのがラーメンに申し訳ないですよね。ラーメンに申し訳ないんだけど、うん、やっぱ悪者罪悪感はありますよね。ありますよね。でも美味しすぎるよね。そう美味しいんですよ。でも美味しすぎる。あの本当夜中にねインスタを開いた時に誰かがラーメンを投稿してるんですよ。わかるわそれ。やめてやめて。みょうみょうやめて。ラーメンと締めはやめて。そうそうそう、妙味をそうですもんね、うん、たまにあげてるもんね。そうなんですよ。ラーメン投稿やめてほしい。でね、あの自分ね、あの、うんうん、ラーメン歴ってずっと考えてたんですよ。ラーメン歴、ラーメン歴、ね、いつから俺食ってんだろうって思って。ヒストリーオブラーメン。そう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 、うん、ほら自分でほら佐世保出身じゃないですか。ああ佐世保ね、うん、はいはい、最初に食ったのはね、うん、中学くらいの時かな、まともに佐世保でラーメン屋さん、うん、ラーメン屋さん。おーおーおー。でね、昔あの佐世保にね、しけたの地下街っていうのがあってて、何の地下街、しけたしけた、しけた地下街なしけたって何しけた、しけたしけとーみたいな感じ。いいとこですね、いいとこついてきますね、うん、しけたっていうのはですね、うん、あのそれは地下街では、あ、地下街では地下道なんですよ、道なんですよ。道の両側にお店が穴掘って作っちゃったみたいなとこで、あの要するにあの佐世保駅が、うん、汽車の駅がありますよね、そこからバスの駅まで通じてる一本道の地下道があったんです。その両脇にお店があっただけ。分かった、覚えてる。昔ですよ、あの駅が新しくなる前にそうです、ちゃんぽん屋とかなんか入ってますよね。あの古い喫茶店とか。そう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 。ああ僕行ったことある。なんでそんなとこ行ったことあるんですか、佐世保に。佐世保僕まあね仕事で昔ちょこちょこ行ってたから、うん、でそこにね、はいはいはい、おとみさんっていうラーメン屋があって、おとみさん、うん、そこはね豚骨派なんですよ、はいはいはい、そこでね食ったのが初めてだったかなって思ってます。もう今はないんですか、おとみさん。今は、あどうだろう。地下道はねもう再開発でなくなっちゃいましたね、うん、なくなっちゃいましたね。どっかに移転されてたらあるけどね、そうなんですよ。そこが最初で、うん、あとやっぱ博多に出てきてからはよく食べますね。まあですよ。昔ね学生の時はねそれが贅沢だったんですよ、うん、日曜日、土曜日かな、あ、金曜日かな、うん、みんなでちょっとラーメン屋に行って、うん、餃子頼んで、うん、ラーメン頼んでビールを一本飲むっていうのがね、うん、これも贅沢。あれちょっと聞いていいですか、あのよくラーメン屋にすいません今の話でビールって今言いましたよね、うんうん、なんかねラーメン、ビールどのタイミングでいつも飲むのかなって、ごめんなさい。あ、わかるわかる、それでもわかる。居酒屋でもないのにやたらビール、うん、で何をつまみにして飲んで、どのタイミングで餃子でとかって。そうそう、そこのね、あ、ごめんなさい、そのお店は一般的でもいいし、ね、そこのお店は、うん、とりあえずあの餃子があったから、うん、餃子が来て、まずは餃子と、うん、そこで餃子が出てきてここぽーいっていっぱい飲んで、うん、いい気分になって、うん、じゃあちょっとおやじさんあのラーメンちょうだいって言って、そのパターンなのか。もう目の前でね作ってて餃子もそこで焼いてくれるからね、すごくなんかねもうほんと赤のれん の、 あのしなびたとこなんだけど、それがねあの友達とそれもねチャリンコで行くんだよね。昔はほらチャリンコ乗って行ってたりしてたから、それでね食べるのがすごい楽しみでした。ただまあこっちもね、いろんなラーメン屋さんあるじゃないですか、はい、やっぱ福岡で一番有名なのはあの福一ラーメンさんとかね、一蘭とか、うん、あ、一蘭は有名だね、あの全国に名を轟かせてるよね、はい、うん、そういうとこもあるんですけど、どこ行ってたりします？中川町、中川でね、ピトゥピーとかは、ピトゥピー行きたいな。僕はまあ、元々は僕もやっぱ学生の時はね、まあまあちょ中川じゃないですけど、うん、元祖長浜です、岩手。あ、やはり。あそこってほらずっとやっぱりあの、はいはい、一番の人たちのラーメンだから、まあ、24時間空いてるわけですよ。で僕結構大学の時はこうなんだろう、設計の勉強とかしてたんで、もう真夜中までね、朝までずっとその徹夜でいろいろ図面引いたりしてる時に、やっぱり明け方3時4時とかさ、お腹減った時に、よしみんなで行くかっつって、その時まあバイクでね通学とかしながらバイク乗り合ってみんなで長浜まで行ってる、うんうん、朝ラーメンですよ、まさに朝ラー5時台にラーメン食べる朝ラー、うん、そんな空いてました。長浜はねだって24時間空いてる。あ、そうかそうか。でも本当夜中でもね、それこそあの金曜日とかから土曜日にかけてはね、夜中でも行列ができるぐらい人がいたりとかもありましたけどね、うんうん、で中川はね、あの
いろいろラーメン屋さん、ね、はい、あるんですけど、僕はね、毎週のこれあのネタでいくとね、うん、ちょっと外れて春日になっちゃうんですけど、ほらでもね、もうほどなんていうかな、程よい距離、程よいじゃない、違う、もうほぼ中川なんですよ。新幹線の基地のね、はい、向こう側 のフォレストシティとかあるじゃないですか。 ありますね。そこの、はい、いわゆる白津池公園の道向かいに、うん、あのね、千の熊ラーメンっていうのがあるんです。知ってます？私は行ったことないけど、うん、噂には聞いてます。そう、あそこはね、うん、僕は一応知ったりするんだな。ただあの、あまりはあのないんでしょ、その、うん、あの数が、まあ、場所も狭いですよ。席が、椅子席が2つだとカウンターしかなくて。やっぱり正統派豚骨ですか？いや、あのね、そこはね、豚骨もありますし、うん、味噌もあるけど、はい、塩ラーメンが美味しい。あ、塩麺？マジで？塩ラーメンがちゃんと出せるラーメン屋っていうのは意外と少ないですしね。まあ、もちろん豚骨食べるときは別に僕違うとこ行くんですけど、あの 家から近いっていうのもあるんですけどね、あそこはね、あのしかもね、ご飯を最後塩ラーメン残ったスープをね、そこにご飯を投入して食べるっていうね、また美味しそうなんだね。このね、こう悪魔的発想、下っ腹周りには非常に可愛いますよ、お腹空いてんだから。あそこはおすすめですね。あ、いいな。土日も空いてますからね、あそこね。あ、そうなんですね。あ、じゃあ今度行ってみようかな。いやいや、ほんと噂だけはね、聞いてますけどね。あの上のフォレストシーのお話出たんで、うんうんうん、僕は時々行ってたんですけど、タツノヤ、辰野屋春日店、はいはい、あの真っ黒な建物で、うん、あのほらミスターマックスのとこにあるんだよ、目の前に、はその、ま、本当に行ったことない、行ったことない、うん、駐車場のね、そこね、コク味、豚骨コク味とか純味とかってあってね、うん、ちょっとお高めなんですよ、680円とか、純味で630円、純味って普通の味で、ここはコクの強いやつが680円なんですよ、うん、ちょっとしょっ辛いかなって自分は思ってるんですけど、でもね、あの B セットとかだったら焼き飯ついて980円だね。あの漏れなく春日市ですね。いや、そ私も今なんかどう軌道修正して していこうと思って、ここ中川、あ、休み、中川のラーメン屋、はいはい、私のラーメン屋 もちろんあの先日から言ってる久子さんでしょ。久子さんはね、やっぱ鉄板ですよね。鉄板ですよね。まあ醤油系ですけどね、醤油系ですけどね、鉄板なんや。あと中村坊さんも今やっぱり中村坊さん、中村坊さん、中村坊さんって言って、知らないんですか。あらあら、キトーピーが説明します。これはね、あの最近まさに中川のラーメン屋さんの中で一番テレビに出るぐらいの有名なお店ですけど、あの、まあ、さっきも実は下に中村くん来てたんだけど、あの、あ、住所はどこ、山田かな、うん、山田の交差点から、あの、丸山醤油さんの方の通りなんですけど、はいはい、ちょっと入ったね、もう本当の民家です。もう住宅みたいな民家で、看板もね、ちょろっとしかないです。わからない、わからないところ。うーん、でそこをこう探すように入ってってですね、でしかも、まあ、お一人でやられてるっていうのと席も少ないんで、一応もう事前に基本的には電話を入れて行くという感じなので、でやっぱ本当全部お出汁も全て自分で手製で作られているので、めっちゃ時間かかってるみたいですもんね。きっと逃げてるね、俺から。俺に来られまいという、食われまいという、俺中心の生活を送ってるからね。あ、これでも本当おすすめなんで、一度行かれてください、中村ラボ。中村ラボすごいです。やっぱラボっていう言葉がついてる限り、そのやっぱ研究されてますよね、かなり。あ、うん、いろんなバリエーションも今、スープのバリエーションも増えてますから、うんうん、自分はね、あのよく行くのはあの福一ラーメンさん、やっぱりどうでも鉄板ですよね。鉄板ですね。あの親父さん、ずっとあの親父さんだよね。そうもう20年代あの親父さん、うん、そう。まあね、もしかしたら中身変わってるかもしれない、ね、あ、中身変わってるのかな、変身してるのかな。後ろにチャックがついてますけどね。そうかもしれない。でも、うん、そこはね、やっぱりラーメン550円とかね、あ、まあ、500円とか、はい、高菜入れますか、福一ラーメンさんは。入れる派？僕はあのご飯頼んでご飯にのっけて食べます。あら、ラーメンには入れない派ですか。ラーメンには、あ、入れますけど、うん、味濃くなるじゃないですか。そう、うん、福一は入れない。あ、そう、僕ちょっとね、不思議なことに気づいてこないだ、うんうん、ラーメン屋さんで、はい、あの内田の交差点のところに、うん、かつて内田ラーメンっていうのがあったの。あ、ありました。あれはね、まさにやっぱ内田、住所内田だから、はい、ひらがなで内田ラーメンで、ね、あそこ評判良かったですよ、まあ、そうそう、あの、まあ本当ね、いわゆるまあ普通のね、すごい何か凝ってるかっていうとそうじゃないんですけど、やっぱり昔からあるラーメン屋さんで、あれ実は移転しちゃったらしいって聞いてて、で今ないんですよ、もうない、今そこはないですよ。そうそうそう、なくて、はい、でね、この間筑紫のあたりをね、車通ってたら、
はって見つけたんですよ、内田ラーメン、うん、あったんですか。でも移転してるんで、もうそこ内田じゃないんですよ、実は。同じオーナーなんですかね。だと思いますよ、移転したって聞いてて。で、筑紫野に行っても、それ筑紫野ラーメンじゃなくて内田ラーメン名乗ってるっていうね。おー、面白いなと思って。やっぱね、成功してからかな、うん、内田で。でもなんであそこいなくなったとか。きっと名前でね、みんなが行けるかなって。だから、今ありますよ、まだ内田ラーメン。あら、あの味を求めたくなったら筑紫野に行けばいいんだ。ちょうど筑紫野イオンからもうちょっと先に行ったあたりにあったんで、ぜひ探していただいたらね、懐かしい味がそのまんま、まあ、中身は入れ替わってるけど、多分元のおじさんがやってると思いますけどね、うん。まあ、最後にね、締めるところで、これも春日なんですけど、博多ラーメン、博多ラーメン、博多屋。もう春日の話もしていきましょう。もうそれ言いたくて言いたくて仕方ないみたいな。ラーメン300円で食えますよ。うん、ああそう、チャーシュー入って300円ですよ。チャーシュー入って300円。チャーシューも薄いかな。でもね。でも美味しいんだ。ごまがいっぱいだね。生姜が乗っててね。なんてお店ですか。博多ラーメン博多屋春日店ってのがありますね。まあ、今日紹介したうちの半分が春日だったんでね。中川愛を語ろうコーナーですけど、これ中川春日愛を語ろうコーナーですね。語ってみようかな。ということで、皆さん一緒に歌っていただけますでしょうか。でしたね、はい、なんだっけこれ、はい、なんだっけこれです。中川よかとこ一度はおいでよっこい秀樹ホテルニュージャパンガーデンス。そっちゴーじゃないですかそれ。悲しい時、悲しい時、スマホの画面がベタベタで反応しない時、ほうほう、悲しい時、悲しい時、さっきかけた電話に間違えてまたかかってしまった時、悲しい時、悲しい時、スマホの電池が切れた時。というわけでですね、というわけで、どういうわけで、何のおさらあれもなく突然今日のビビ幸せでも聞いてなかった俺。今日のビビットコーナーは皆さんスマホに支配されてませんかというお話。支配されとうね、なれとうでしょ。スマホがなきゃ生きれないでしょ。いかんいかん、きっとね、あれはね、政府の陰謀だね。そんなこと言っちゃダメだ、ね、いやいやいや、いっぱい操られてるよ。みんなに持たせて、その人が何をやってるかとか行動をすべて監視する、そういうツールの一つかなとかって疑ってしまいますよね。でもね、やっぱりスマホは、やっぱほら無人島に行きなさいって言った時に何があればいいかって、スマホがあればなんとかなるよね。うん、いやまさに、まあ、水とスマホがあれば、水とスマホがあれば、まあ、電波が届いていればですからね。あ、そうですね。うん、でもいや、でもほとんどが今あれで収まっちゃってますからね。そうなんですよ。いや、もうね、スマホがないだけであたふたしちゃいますよね。いや、だから今思うと、僕ら学生の頃ってまだ、ね、何もなかった、まあ、携帯も出る前だったから、あの頃の例えばビジネスマン、僕ら今仕事しててですよ、まあ、こうやってね、はい、このラジオ来るのもみんなスマホで連絡取り合いますけど、うんうんうん、当時どうやって連絡取ってたんだろうみたいな、もう忘れちゃってますよ。忘れちゃってる。あの頃はね、うん、テレパシーですね。そっか。なるほど。あやことは、あやことの人、なんか宇宙人が見える、ランデブー、ランデブー、あの宇宙人が見えるとおっしゃってたでしょ。もうあれも気になりますよね。じゃあ昔はあやかちゃんみたいな子いっぱいいたってこと。そうそうそう、それでテレだ、俺にね、あの人テレパシー発信してるもん。ええー、そう、本当受信受信してるんですか。してます、してます。え、あなた宇宙人でしょって言われてる。あ、そっか、あ、そっか、そっか。よく見たら、よく見たら、いや、なんかそうね、なんか昔はね、会社に戻りますときにはこう、うん、ってやって会社に戻ります。そうそうそう。ビビビビビビビ。あ、昔ね、あの学生頃にね、うんうん、すげえなと思っていたやつがいて、うんうん、いすみません、こんなくだらない話、うんうんうん、いやいや、なんか結構ね、あの風が悪いんですよ、ほんとエキセントリックな人になったんですけど、うんうん、それがね、こうやってこっちから友達と二人でね、こっち向け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 って後頭部に向かってね、はいはいはい、10メートルぐらい離れてるんですよ、はいはいはい、言うんですよ、はい、そしたらね、こうやって見えるあいつは、ね、それ誰を向かせるんですか。ちょっとこう、お綺麗な、後ろ姿綺麗な女性とかじゃなくて、変なやった変な男。でも向くんだ、それ向くんですよ、あいつ。なんか感じてるよ、じゃあなんかテレパシー使えたんだ、使えたのかもしれないですね。まあまあ、そういう話じゃなくて、そっか、昭和の人たちはテレパシーで仕事してたんだ。そうそう、スマホをね、あの紛失事件とかあります？あ、いきなりスマホ紛失事件。いや、それはやっぱありますよね、私から。
どうぞどうぞ。あ、私から紛失、うん、紛失はない。僕ね、あのバッグに入れてたんですよ、うんうんうん、でいつの間にか落ちてね、で車に乗って行ったら、はいはい、車の後輪で引いてましたね。自分の車で、はい、もうでね、ないって探して、うんうん、探し回ってまといって駐車場に行ったら、うん、なんか変わり果てたスマホがあって、うんうん、あれはちょっと悲しかったな。悲しい時悲しい時スマホがぐちゃぐちゃになってた時それもどうせ機種変更で、はい、そうですね。で前のデータを取り出そうとしたんですけど、うんうんうん、やっぱりなくって、あのちょっとしか取り出せなかったかな。あ、大変でした。まあ、あの時はね悲しかった。もう泣きますよね。どうしたんですか、それから結局。でも変えて機種変して、で、まあ、また新しいの変えました。一応保険入ってたからね、なんとかなったんですけど、ありがたいなと思ったんだけど。あれでも今、まあ、iPhone ってあるじゃないですか、はい、僕も iPhone なんですけど、うん、あれ紛失したら、まあ、登録しとけばね、うんうん、あのパソコンで今それがどこにあるかが地図で出てくるっていう。ああ、そう。あのドラゴンボールのなんとかレーダーみたいな感じであるんですよ。だから例えばこの間友達がタクシーの中にね忘れたって、その後すぐパソコンでその紛失のピピってやったら、どこなんか動いてる、そのタクシーの車の中で、そういうのまできちんと分かるらしいです。すごい世の中になりましたね。ということは反対に紛失しなくても監視されてるんですね。丸さんがどこのスナックで飲んでるか。いや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 、だからあれは表面に秘密多いから。今回で打ち合わせって言ってたのに、なんでこのなんかスナックのとこにいるなみたいな、分かっちゃうってことですからね。だからどんだけ監視されてるかだよね。怖いな。今犯罪とかもさ、すぐ監視カメラとかで見つかっちゃうじゃないですか。よくそれで犯罪とかさ、ひったくりとかやろうとするなと思いますね。そうね、もうやんない方がいいよね。やんない方がいいよ。絶対誰かね、写メ撮ったりして、ね、見てる写メ撮ってるし、見られてるし、どっかで電波行ってるから。いやいや、悪いことできませんよ。おっとろしいですよ。いいこともできないけどね。いいことはしていいよ。いいことはしていいけどね。そうなんだ。私実は3日前に本当、言いたくないんですけど、これ、はい、あの携帯をですね、ある人のにまあ、なくしちゃってですね。紛失はあるじゃないですか。いや、本当はあるんですよ。3日前ですか。3日前にあってですね、はいはいはい、いや、なんかやっぱり人の車の中にこう入れっぱなしとかで、全然オチがないんで申し訳ないんですけど、あの、まあ、結果わざわざ持ってきてくれたんですけどね、はいはいはい、でも本当になくなった時のあの恐ろしさというか、うんね、怖いですよね。怖いねなんか本当無になったような気持ちになるね。あれ何なんだろうな、あの感覚。一回ね、本当にもう銀行だとかなんとか、あのそういうの止めたのかな、なんかとりあえずそういうデータが入ってるやつで全部連絡していろいろやったことありますもんね。あの時は携帯だったかな。やっぱなんか悲しいですよね。ほら、やっぱ個人情報とかすべて入ってるし、例えば会社仕事で使ってたらね、その会社の情報とかやっぱり外に出せないものもいっぱい入ってるから、ほとんどこれに入ってますもんね。もうさ、多分将来的にもう手のひらにさ、もう携帯が埋め込まれちゃってさ、チップみたいな、なんかこうして喋れるとかさ、こうピピピピなるかも。そしたらもう絶対落とすことないじゃないですか。もうなんかそんな風になるんじゃないですか。なりますよね。ますます監視社会よね。そうそうそう、監視社会。監視社会。監視されて、なんか悪いことしてるってことですか。じゃあ監視されちゃダメなこと。してないよな俺。してないでしょ別に。自分でもよくわかんない。してなさそうだね。別に国家機密を扱ってるわけでもないし、別に国家間の争いに巻き込まれるかもしれん。そんな大役になってるんですか。いやいやいや、あ、そうそう、はい、あのね、ちょっとお便り来てて、はい、ちょっと呼んでいただけますか。あ、はい、ありがとうございます。はい、タラコさんから来てます。明太子の切れパシすごい面白いの息子でタラコと言います。息子は明太子の切れっぱしの息子で、息子さんですね。タラコと言います。面白いそれ。5月9日の配信で、はい、皆さんのモノマネが上手なのですごいなと思いました。僕とお母さんはモノマネが何もできないので羨ましいです。まるさんはモノマネも歌もとても上手なので、お母さんがこういう人のことを芸達者と言うんだよと教えてくれました。芸達者と呼ばれてます。お目殺し。これからも毎週配信を楽しみにしています。お、それは嬉しいね。うん、お、なんですか今。誰か何か言った今。妙妙来た。これなんでそういう小道具をいっぱい持ってきてるんですか。いやいやいや、あのお話がつまらないときはね、こういうふうにこういう小物をね、使ってね。おはがきはそれだけですか。おはがきそれだけです。まあとりあえずありがたいんでね、まだまだ、あのまたメールいただけたらと思ってます。本当ありがとうございます。お便りブースカいただいてます。ブースカは大丈夫ですか。ブースカは今日はないっすか。ブースカはないっすか。ブースカはないっすか。でもこれ本当マルタさんのね、このギャグ、毎週のギャグ、はい、本当にあの我々こうラジオやってますけど、好評ですよ。本当ですか。
あんな スカなのにスカスカもうスカって何ですか。もう密かにマルサファンが増えてたな。いや増えてると思う。毎週楽しみにしてますっていうね、声が嘘、声が約一人二人くらいそんなにありがたいな。いや今一人二人でもいるのは素晴らしいですよ。いや本当ですよ本当ですよ。あそうや、はい、もう終わってるから何が、うん、そうそう、みょうみょう、あ、そうだ、今日お休みですもんね。お休みの二人に一言なんだって、うん、なんか言えます？あ、私？うん、あ、のみょうみょう、あの私が飲んでる写真の隠し撮りやめてください。そうそうそう、ひどすぎる。なんですかね、ひとちゃんありがとう、送ってくれて。はい、どう生活してたらこんなポーズになるんだろうっていうポーズで写真が送られてきましたよ、この間。隠し撮り禁止、隠し撮り禁止、ね、すいません、隠し撮ってない、堂々と撮ってますから、多分。そうそうそう、別に隠してない、隠してないね、堂々と撮ってありのまま。じゃあ僕はひとちゃんとみょうみょうにもっといっぱい写真撮って送ってきてください。うまいな、ヤスミンの。あれはね、すごい、あの飛び跳ね方は尋常じゃないですよ。思った、私もびっくりした、自分で自分を客観的に見てすげーと思った。いや、みょうみょうと糸ちゃんでしょ。あの、自分ボケたのにあの突っ込まないでスルーしないで。難しいとって、難しいとか、ね、ボケとか、まあ、いつもボケてるからボケ方がわからない。そう、ではでは、また次週お会いしましょう。来週は糸ちゃんもみょうみょうも来ますよ。ゴーです。どうもありがとうございます。GO です GO です GO です GO だらけです JAPAN